ザ・ビーダさん、お願いがあります。なんだい、怖い顔して。いい加減に服を着てください。その格好は教育上よろしくありませんわ。そうしたいのは山々なんだが、これが俺の制約でさ。そうだったのですか。ああ、それが俺が一人旅できた理由さ。制約を課してるのが自分だけと思わないことね。まさかエロナさんも。そうよ、お兄ちゃんが山から出ないように。毎日ピーナッツを年の分だけ食べてる。俺も肌を焼いて一月に一枚脱皮しないとダメでさ。あ、デゼルも歯をヤスリでギザギザにするのが制約だって言ってたわ。どこまで本当か分かりませんわね。ライナには言われたくないね。そういうものでしょ、天族の制約って。はい、真実は各々の心に、それが制約ですわね。